ガーシーって人俺嫌いだわ。なんでですか？自分のやったことは棚にあげて人のやったことを暴露するっていうのは人間的に良くないよ。それ生配信で言ってたことですね。ガーシーめちゃくちゃキレてましたよ。そうなんだよね。だから俺ガーシーにガセネタつかませて騙そうと思うんだよね。どうせ大した裏も取ってないでしょ。え？そんなことして大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。もしバレたら罪に問われるかも。大丈夫だって。まあいいじゃん、面白いし。お、竹之内社長が売春15歳と。なんか怪しいな。令和の虎で炎上したばっかりやのにこんな不用心なことするかな。あれ、メールが来た。竹之内はガーシーをはめようとしてる。これガセネタなんかい。喧嘩売っとんのか、竹之内の野郎。全国600店舗に展開しているリラクゼーションサロンリラクルを創業し、現在は令和の虎の虎として活躍をしている竹之内幸宏さん。竹之内さんは歯に衣着せぬ発言で人気がありますが、それが災いして時折炎上をしています。今回は竹之内社長の過去のやらかしについて解説していきます。ネット上で竹之内さんが炎上したのは令和の虎メンバーの賭けポーカー事件がきっかけでした。この事件は令和の虎の志願者であった城隼人さんが虎たちに番組に出るための参加費として1000万円要求していたというジェットリーさんの暴露に始まりました。ジェットリーさんはこのことについて調べていくうちに、令和の虎メンバーが賭けポーカーをやっており、それに城さんを強引に参加させていたことを突き止めました。城はポーカー未経験なのに株主に呼ばれて一生むしられてた。俺もそんなメンツとテーブル囲みてえな。ポーカーしたくてたまらなくて眠れない。成金と坊ちゃんだけのテーブルなんか俺のブラフで一撃だぜ。暇だからオンラインでもやるか。ここから証拠の画像や LINE 画像も晒され、賭けポーカーには林社長、トモハッピー、桑田社長、遠藤社長、寺林社長、ヤンをはじめとし十数名ものメンバーがいたことが明らかになりました。この一件で虎たちは書類送検され、一時令和の虎は配信停止になっていました。この出来事に関わっていなかった竹之内さんでしたが、彼の軽率な発言が事態をこじらせてしまったのでした。いやー、令和の虎の社長たち炎上してるな。お、DM が来たぞ。竹之内社長はポーカーやってないですよね。他の社長たちはやっていたかもしれませんが、竹之内社長だけにはやっていてほしくないです。ちょっと面白く返信しよう。僕は賭け麻雀以外は全くしません、誓って。これ我ながら傑作だな。このスクショ撮ってツイートしてやろう。もし炎上しても名前が売れるだけだから問題なし。竹之内さんは面白がって投稿したのでしょうが、ジェットリーさんの怒りを買ってしまい、こういう煽りしてくるなら妻子ある身の令和の虎たちのオフパコとかを暴露しなきゃいかんなと竹之内さんを牽制したのでした。しかし竹之内さんはさらに、ジェットリーが噛みついてくれた。じゃあ LINE に竹之内マイナス2億、目黒プラス 1.5 億、山崎プラス1億。それでスクショ撮って、ああ、これ流出したらまずいな。ツイートっと。最高に面白いじゃん。と面白がってジェットリーさんへの挑発とも取れるツイートをしたのでした。これに完全に怒ったジェットリーさんは、竹之内の野郎煽りやがって、俺が握ってるのが賭けポーカーだけだと思ってんのか。令和の虎の社長が一人人生積むようなもんも握ってんだぜとツイート。賭けポーカーに関しては各社長が謝罪をしていただけに、竹之内さんの暴走で他の社長も巻き添えを食らいそうになっていました。竹之内さんは虎のメンバーから注意され、当該ツイートをすべて削除しました。しかし、まさか煽りだと思われるなんて、今後は気をつけます、とあまり反省の態度を示していないようでした。そして2022年9月にも竹之内さんは再び炎上を起こしました。それはガーシーへの攻撃が原因でした。え、ガーシーについてどう思うか。正直言ってあの人嫌いなんだよね。
自分のやったことは棚にあげて、人のやったことを暴露するっていうのは人間的に良くないよ。人に迷惑かけてるわけでしょ。と、以前から竹野内さんはガーシーへの嫌悪感を示していたようでした。そして、ガーシーって人俺嫌いだわ。なんでですか？自分のやったことは棚にあげて、人のやったことを暴露するっていうのは人間的に良くないよ。それ生配信で言ってたことですね。ガーシーめちゃくちゃキレてましたよ。そうなんだよね。だから俺ガーシーにガセネタつかませて騙そうと思うんだよね。どうせ大した裏も取ってないでしょ。そんなことして大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。もし炎上しても俺の名前が売れるだけだし、ノーダメ。もしバレたら罪に問われるかも。大丈夫だって。まあいいじゃん、面白いし。竹野内さんはガーシーに自分が未成年との関係を持っている音声や画像を作成し、ガーシーのインスタグラムに送りつけたのでした。あ、賭博で話題の令和の虎メンバーのタレコミか。は？未成年と関係を持ってる？しかも丁寧に画像に動画、しかも音声付き。この前賭けポーカーバレたばっかりやから警戒してるはずやのに、こんなこと暴露させるかな。あまりに揃いすぎている情報にガーシーは不信感を抱いていました。そしたらある男性から、これ自分の15歳の娘を使った自作自演ですよ。なんやって、竹の内の野郎、俺にガセネタつかませたんか。許せへんぞ。こうしてガーシーは直接竹の内さんに連絡を取り、竹の内さんは謝罪をしました。しかしこれも大して反省していないようで。いや、ガーシーに怒られちゃった。まあでもガーシーほどの影響力がある人のおかげで有名になれたし、いいや。しかも今回は自分の側近何人かにしかこのこと話してなかったし、どういう風にガセ動画を作ったのかっていうのは人によって言うことを変えてたんだよね。 A さんには娘を使ったとか、 B さんには秘書を使ったとか、つまり自分の娘を使って自作自演をしたって垂れ込みした人は俺の中で大体見当ついてるの。もうその人たちにはもう大切な情報を一切教えないようにするから。と、自分の身内の中の裏切り者を探すのにも役立っていたと意気揚々に生配信で語っていました。周りが悪事に手を染めていても、それを面白がって茶化していた竹野内さんでしたが、ついに自身の不倫疑惑が明らかになってしまったのでした。あれ、コンビニにいるの竹野内社長じゃね？しかも隣にいる女性はどう見ても奥さんじゃないな。動画回そっと。竹野内社長が美女とノーマスクでコンビニから出てくるところを撮影され、その様子がツイッターに公開されたのでした。その動画を公開したのはキャバクラなどのスカウトをしている金ちゃんでした。まずい、これは流出したらダメなやつだ。とりあえず DM 送るか。おいお前、何勝手なことやってんだよ、消せよ。俺はいいけど、一人の女の子の人生を狂わせるようなことはしたくないんだよ。警察に行くからな。なんか竹野内さんめっちゃ焦ってんだけど。警察行くとか言ってるし、竹野内社長ってここ最近のことでアンチ多いから、すぐに炎上して俺のフォロワーも増えるから便利だわ。と、これまでとは打って変わって竹野内さんは必死に金ちゃんへ対応しているようです。俺さ、もう一つ竹野内の暴露持ってんだよね。てかブレイキングダウン出ませんか？竹野内さんとやってみたいっす。まあどうせ出てこないんだろうけど。え？もう一個あるの？まずいな。そうだ、もう一つの暴露って Z リーがこの前してたことじゃない？それならもう古いから意味ないよ。あとブレイキングダウン考えてるから。ブレイキングダウンのことをほのめかしてゆすりかけてきてんじゃん、ダッサ。この騒動は現在も終わっておらず、今後がどうなるのか注目ですね。ガーシーは今後竹野内さんには関わりたくないと言っていますし、金ちゃんが竹野内さんの悪事をさらに暴露するかもしれません。竹野内ってやつなんかダサいな。他方面に喧嘩売って怒られたら謝罪して、後日強がってって子供みたいだな。実際竹野内さんにはファンも多いようですが、アンチもかなりの数いますね。特にガーシーに喧嘩を売ったのがまずかったようで、かなりその時に炎上しています。それでも炎上すればいいって考えなんだろ？そのようですね。実際私たちも取り上げていますし、何かと話題になることはビジネスをする上で都合が良いのでしょう。
今回の金ちゃんの騒動もわざと竹内さんが話を大きくしているって話もありますから、もしかしたら手のひらの上で転がされているのかもしれません。うへー、なんかムカつくな。好きになれないぜ。